九州六大学野球連盟春季リーグ戦、西南学院大学対久留米大学の試合、まもなく始まります。久留米大学の先発は富井、対する西南大先発はエース茶屋野。両投手の好投により前半を0対0で終え、試合は6回裏。ライト石丸が副大戦に続き好プレーを見せます。その後2番生野、3番滝本のヒットによりワンアウト1・3塁のピンチ。しかしエース茶屋野の粘りの投球で2失点で切り抜けます。6回まで互いに無得点で迎えた7回表、打席に迎えるのは我らがキャプテン福島。ライトの打球、ライトへ伸びていく、これはライトを見送った、入りました、ホームラン。なんとなんと3番福島祐介、天聖ドームのライトスタンドに突き刺さる天聖のソロホームラン。3番福島のソロホームランにより西南大が1点を先制します。ストレート見逃しませんでした。そして8回表、久留米大学先発ピッチャー富井から土持ちに変わります。6番末益のレフト前ヒットによってチャンスを作るも得点を重ねることはできません。そのまま1対0で迎えた9回裏、先頭にヒットを許しワンアウト1・2塁のピンチを招くも、続く打者をダブルプレーに打ち取り試合終了。エース茶屋野が1点のリードを守りきり、西南大が今季2勝目を挙げました。